えー、こんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日は、えー、続けましてですね、リチャード・ロジャースの2位をやっていきたいと思います。えー、っと、前回ですね、ロレンツ・ハートと、えー、2人のお話をしたので、その後どうなったかというと、やっぱりこう、もうロジャース自体はですね、やっぱりロレンツ・ハートに対してはかなり愛想を尽かしてたっていうのがまあ実情らしいですね。やっぱりこう、突然来なくて、こう、 もうミュージカルが開けれなくなったりとかしてもちろん賠償金払ったりしてるんでしょうしね、えー、大変だったと思うんですけどまあでもその映画では海外宿最後までそういうこともぐっと我慢しながらいつもお前のことはこうみんな見るからいつでもうちに来るんだよって言ってうちにもちゃんと部屋を与えてっていう形の、えー、映画ではそういうふうになってましたがまあそういった側面もあったとは思うんですけどねハマースタインとの出会いですね、えー、オ,スオスカー・ハマースタイン2世という方ですねこの人はですね1800 1995年なんでロレンツ・ハートの、えー、1個年,年下なんですね。なのでリチャード・ロジャースに比べるとリチャード・ロジャースはかなり年下なんで、えー、1902年生まれなんで、えー、7つぐらい年下になるわけですね。でハマースタインとは実はコロンビア大学時代に学生時代にもうすでに2人で作曲作詞もやったりしてたらしいんですね。なので、えーまあ、窮地の中だったそうですね。でハマースタインはどういう人かだった とというとですね、ジェローム・カーンやりましたね。ジェローム・カーンで「消防灯」ってこれが一番有名な、えー、ミュージカル映画、ミュージカル映画にもなるわけですが、えー、ジェローム・カーンとハマースタインですね。えー、と有名なやつが、えー、オールマン・リーバーが出てきたと思いますが、その辺は、えー、っとジェローム・カーンの方でやってると思いますね。とい,うかというわけで、ジェローム・カーンとハマースタインが2人で作ってた、こういうところで消防灯ですね。 なので、えっ、ー、と、2人がマンハッタンでデビューした直後ぐらいなので、全くまあ同じ時代に、こう、別々で活動してたということですね。1943年にハートが亡くなってしまうので、でその、もうすぐ仕事が、えー、彼に回っていくわけですね。オクラホマってやつですね。オクラホマは非常に、ジャズの人が演奏する曲がほとんどないんですけど、宝塚では結構演奏されてるんですね。この時代、この内容自体ですね、えー。日本語訳して多分作ってあると思うんですけど、オクラホマとか。あとまあ いいたこととのののあるのは王様の私とか、結構壮大ななスペクタルっっぽくなっていくてんですよ。だから前みたいにそのロレンツ・ハートみたいにこうあのミュージカル形式、まあ、もちろんミュージカル形式なんだけど、まあ、同じところの繰り返しというよりかは結構展開性が多くなってくるんでジャズって結局メロディーとコード進行をずっと順繰りしたいのでシンプルな曲の方がかなりいいということですね。 えーまあ、サウンドオブミュージックの中であったらよく使われる曲がもうマイフェイバリット e t h i ですよね。あれもマイフェイバリットシングス n も、えー、解説したんですけど実際は、えー、A、A、A'B と要は一つのメロディーがマイナーで始まってメジャーに転調してで最後完結するということでちょっとジャズミュージシャンがやるにはちょっと難しいというかどういう構成でやっていいかわからないというか、あのー、長いんですよ一曲が。だからこう繰り返しにはちょっと向いてない。でもこう コルトレインがやったやり方っていうのはその最初の有名なメロディーの最初のとこばっかりを繰り返すっていうやり方でアドリブをしてるわけですね。だからあのやり方としてはそういうふうに取り上げないとちょっと使いにくいということなんですね。だからロジャース・ハマースタイルの曲はまあ有名な曲はあるんですけどあんまりあのたくさんは使われないということですね。 でサウンドオブミュージックではまあ有名なドレミの歌とか、あとクックとかあの曲とかね。あと、えー、っと、まあも、えー、ともとサウンドミュージックっていうテー,テーマソングもあるし。僕あのエーデルアイスはね、あれはもう普通のなんかこう、なんかこう民謡かなんかだと思ってたんですよ。あれ学校で、小学校の時で一緒に歌った、先生と一緒に歌った覚えがあるんですけど、あれは絶対に僕は民謡だと思ってたんですが、あれはこの、えー、 サウンドオブミュージックのために書かれた。で、しかもハマースタインはあの曲を書いたとき59年でしょ ?60 年の、えっと、59年の11月に、えー、っと、ブロードウェイとスタートしているので、もう最後の最後に、えー、っと、エデル・ワイスの歌詞を書き終えて、で、その後すぐ亡くなられるみたいなんですね。だからあれは最後の絶筆になるわけなんですが。なので、えー、非常にこう皆さん仲いいですよね。だから、こうリチャード・ロジャース、ハマースタインでしょで、これが、えー、アビング・パーリン。 ね、このお二人でございます。というわけでですね、五大ミュージカル楽作曲家としては、アービング・バーリーンね、やられてます。今出てきましたけど、バ、えーリーン、バーリンも、えー、アービング・バーリンですね。アービング・バーリン、えー、ジョージ・ガーシュン、ガーシュンもやりましたね。でコール・ポートもやりましたね。5000、えー、5000ラブレーターですね、えー。映画でありましたが。で、ジェローム・カーンもやりましたね。ジェローム・カーンはこの消防ー・のやつですね。 でリチャャードロジャスということでこれで一応ジャズの人が一番取り上げるであろうしかもニューヨークで一番こうリバイバルされてるミュージカルの、まあ、トップ作曲家ですね皆さんティンパンアレーの作曲家になっていくわけですがあのー、ティンパンアレでピアノを弾いてたまあガーシュインとか,ンとか、えー、多分ジェロムカーもそうだと思うんですけどまああのー リチャード・ロイャースは多分、ピアノ弾きではなかったんですが、そこに作曲を提供してた人ですね。ラティン・パン・アレ時代の、えー、ポピュラー作曲家ということになるわけですが、五大ミュージカル作曲家ということで、これで一応全員出揃いました。あとはハロルド・アーレンですね。ハロルド・アーレンは、えー、っと、えー、オズのマハを使い、えー、オーバー・ザ・レインボーですね。えー、ハロルド・アーレンもすごい楽曲と弾きにはジャズでやる曲が多いので、えー、ハロルド・アーレンを取り上げたら大体いけたかな。 あとは、まあ、ジャズミュージシャンで言うと、えー、まだセレニアスモンクもやってないし、ウェイン・ショータもやってないので、その辺、えー、やっていきたいと思います。でもまあこう、自分の好きな、ね、タイプの作曲家っていうのをこうえ追っていくと、なんかこう楽しいあ、この曲好きだなと思うと、あ、やっぱりジャズ・ジャスだったとか、そういうのが出てきますね。あの、あ、これコール・ポーターなんだとか。 ね、なんかこう曲を覚えるのになんかこう親しみが持てるじゃないですか。だからま作曲家っていうので一つ追っていくっていうことですね。えー、リチャード・ロジャースの、えー、曲集っていうのもあったりとかしますね。なのでそんな形で一番多いのはガーシュウィンとかコール・ポーターが一番多いかな。だな誰々シングス・コール・ポーターっていうのはすごい多いと思うんですね。えー、ジョージ・ガーシュウィン、ガーシュウィンっていうのも非常に多いと思いますが、まあジェロム・カーンとか、まあ、全然できると思いますね。皆さん曲楽曲数がすごく多いので。 えー、というわけでですね偉大な作曲家のリチャード・ロジャース2回に分けてお送りしました本日も最後までご視聴ありがとうございます黒田和義でした今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方で是非 メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和之チャンネルでした